ま、これからは奥さんの奴隷として頑張りなよ。ブラックワールド。俺の名前は山口。実家で暮らす41歳の自由人、いわゆるニートというやつだ。そんな俺もかつてはゲーム会社で働いていた。30歳になる前には同級生の熊本とよく飲んだりしたものだ。この年になるとブームなのかみんな結婚しだすよな。俺なんて彼女すらいないけど。結婚？金も自由も奪われ、おまけに家事の負担は増え、気も使う羽目になるのに、あんなもののどこがいいのか全く理解できない。そうだよな、結婚なんてするもんじゃないよな。俺には友達がいるし。山口、この後オンラインゲームやろうぜ。そう来なくっちゃ。30代に入ってからも俺の考えは変わらなかった。働き盛りで給料も増えた俺は独身を謳歌していた。君みたいな既婚者は損してるよな。せっかく給料が増えても自分のために使える金はごくわずかなんだから。俺なんてフィギュアを買い増しして自分の部屋をオタク部屋に改造したんだぞ。今度うちに見に来なよ。はあ。今日から入社した君、亮太くんにも俺のような先輩を見習ってほしいな。世間の風潮に流されて結婚してしまうんじゃなくて、独身を貫ける強い意志を持ってほしい。そうすると人と見える景色が違ってくるからさ。独身を満喫している俺だったが、家ではそうはいかなかった。あんた、そろそろ結婚も考えた方がいいんじゃない？いつまで意地を張るつもりだい？うるさいな、勝手に入ってくるなよ。放っておいてくれ。ああ、イライラする。うさばらしに誰か誘うか。あの新入社員にしよう。しかし、亮太は彼女と約束があって行けず、昔の友人には家族と予定があると断られた。やっぱこういう時は私有のお前とつるむに限るな。独身で実家暮らしだと生活費もかからないし、旅行し放題みたいなものだからな。独身でよかったよ。しかし、俺が40歳になった時、新入社員だったあの亮太が結婚した。結婚おめでとう。お幸せに。ありがとうございます。亮太くん、君には本当にがっかりだよ。独身貴族になれる素質があると思っていたのにね。ま、これからは奥さんの奴隷として頑張りなよ。独身貴族とは言ったものの、一通りの遊びや旅行はもう30代のうちにやってしまったし、今となってはどれも何か物足りなく感じるんだよな。とりあえずまた熊本でも誘うか。なあ熊本、今度は長期の旅行一緒に行かないか？ごめん山口、実は俺婚活して彼女できて近々結婚予定なんだ。そういうのは今後できないと思う。はあ、お前ずっと独身肯定派だったじゃないか。どういうことだよ山口。お前この先ずっと独り身だなんて寂しいと思わないか？素直になれよ。俺はその場にいたたまれなくなって居酒屋を抜け出した。途中結婚相談所の看板が目に留まった。一回試しに入ってみるだけだから。そう自分に言い聞かせ俺は中へ入った。現在の山口様の状況ですとこの方などがいいかと。はあ？40代後半バツ2のこんなブスト？俺は2、30代のもっと家庭的な可愛い子がいいんだ。いないのか？40代貯金なしだとその条件は厳しいかと。しっ、どいつもこいつも女なんて所詮金にしか目がないんだ。こうなったら仕事も辞めて既婚者どもに独身貴族の素晴らしさを見せつけてやる。これには母親と熊本からも反対されたが、そんなものお構いなしだった。そして41歳独身ニートの現在に至る。俺は自由気ままに全国を旅して回り、金がなくなるとたまに日雇いの仕事をして生計を立てた。えへへへ、既婚者にはこんなことできないだろう。しかし50代になると母親が病気で亡くなった。誰もいなくなった実家で一人でいると孤独感が増していった。そうだ、熊本や亮太を飲みに誘おう。悪い、子供とキャンプに来てるんだ。いけないよ。すいません、今日は息子の成人式なんです。くそ、みんな家庭を持ってるんだった。俺だけか、独り身で親もいなくなって孤独なのは。こんなことなら俺も結婚すればよかった。
と早く母親や熊本の言う通りにしておけば。俺の名は山口。親が他界し、広い部屋で一人暮らしをしている。くそ、今月ももう金がなくなった。またどこかで働かなきゃ。俺はもともと会社勤めをしていたが、周りがどんどん結婚していく中、自由を謳歌したくて退職。その後は旅行など好きなことをする生活をしていた。しかし、ずっと一緒に遊んでいた親友の熊本まで結婚してしまい、俺はいよいよ一人になったのだ。結婚は人生の墓場か。まったく、若い頃にそんな考えばっかり持ってたからこんなことになってんだぞ。俺のバカバカ。親がいなくなり、遊べる友人もいなくなった今、俺には何もない。旅行に行ってもどこか退屈で心に隙間があるようだった。俺これからどうなっちゃうんだろうな。40過ぎになってからなんとかパートナーを見つけるために結婚相談所に行ったりもしたが、条件が高すぎるとのことで一蹴されることがほとんどだ。はあ？お客様は神様だろうが、20代で家庭的な女、これが条件だ。しかしお客様のプロフィールだとそれはかなり厳しくなってきますので。ち、もういい、帰る。まったく、客の希望を叶えるのがプロの仕事だろ、つっかいね。どうにかならないのか、どうにか。途方に暮れながら歩いていると人とぶつかってしまった。おい、どこ見て歩いて。ごめんなさい。ぶつかったのはかなり可愛い女の子だった。可愛いしスタイルもいい。若いな、20代かな。あ、いやいや、こっちこそごめんね。こっちがよそ見をしていたので。お怪我とかありませんでしたか？ああ、ないよ、ありがとう。そうですか、じゃあ失礼して。大丈夫です。いや、靴、きっと俺のせいで壊れたから、代わりに何か買ってくるよ。すみません。せっかくこんな可愛い子と出会えたんだ、逃がしてたまるかよ。俺はすぐに近くのショッピングモールで靴を買って彼女に渡した。ありがとうございます。俺ってなんて優しいんだ。彼女の名前はイブちゃんというらしい。 OL なんだとか。山口さんってお仕事は何されてるんですか？俺は IT 系の仕事だよ。へー、今風ですね。まあね、こんな若くて綺麗な子と出会う機会なんて今後絶対ない。逃がしてなるものか。俺は嘘に嘘を塗り重ねてイメージを良くしようとした。練習がそんなにも。それに家事もできて育児にも積極的だなんて。いや、男として当然のことさ。今や男も育児に参加する時代だからね。それに奥さんには楽させてあげたいじゃないか。素敵です。私もそんな人と恋愛できたらな。そう？はい。山口さん、もしよければこの後お時間ありますか？お茶でも。俺、ぜひ。やった、きっと心を開いてくれたんだろう。さすが俺様だぜ。俺はその後、イブちゃんとデートをし、連絡先まで交換した。デート後はすぐに連絡して、アフターフォロー&次のデートつなぎさ。今日はありがとう、とっても楽しかったよ。こちらこそありがとうございました。またお会いしたいです。イブちゃんは可愛いな。その後、俺はまたイブちゃんをデートに誘った。返事はもちろん OK だった。山口さん、お待たせしました。いやいや、ちっとも待ってないよ。エスコートできる男はこういう時待ったとは言わないんだよな。分かってる。この年まで独り身でいたけど、最後にイブちゃんみたいないい子に出会えて本当に良かったぜ。山口さん、ここのランチすっごく美味しいんですよ、食べませんか？あ、いいよ、入ろう。って、ランチが2000円？とんでもない値段じゃねえか。牛
丼なら500円くらいで食べられるのに。どうしました、山口さん。なんでもないよ。それならいいんですけど、食べてもいいですよね。結局イブちゃんと俺の分で5000円近くも払ってしまった。焼肉が食えるぞ、くそ。じゃあ山口さん、私この後予定があるのでこれで。そうなの、分かった。くそ、飯食って解散か。まあ今日はあまり時間がなかったんだろうな。っていうか、それよりもまず金だ。ランチだけで5000円もかかるようじゃデートができなくなる。俺は日雇いの仕事を増やしていった。しかしそれでもどんどんデート費は高くなっていく。はぁ、山口さん、私このバッグ前から欲しかったんですよ。へぇ、そうなんだ。いいですか？おもちろんいいよ。マジ、いくら稼いでも湯水のように使われる。そうだ、俺はついに闇金に手を出した。これもイブちゃんと付き合ってゆくゆくは結婚するため。仕方ないんだ。あのさ、イブちゃん。はい、何ですか？今日は大事な話があるんだ。大事な話？イブちゃん、俺と付き合ってほしい。絶対幸せにするから、俺と一緒になろう、イブちゃん。山口さん。え？ちょっと笑わせないでよ。なんで私があんたみたいなおっさんと付き合わなきゃいけないわけ？イブちゃん、どうせ恋人も作れずにその年までブラブラしてたおっさんなんでしょ。私と一緒の時間が過ごせただけ感謝しろっつーの。いや、俺の年収は今まで言ってたこと全部嘘なの、バレバレだから。金持ってるやつがそんな見た目してるわけねえだろ。だいたいあんたさ、どうせニートか日雇いでしょ。ピクデート費用どっから出してんの？親の金？それともどこかヤバいところから借りてるとか？なんでもいいけどね。そんな得体の知れない金使ってるやつとこれ以上一緒にいたくないし、付き合いとか言ってきたら切るつもりでいたから。それじゃバイバイ。待ってくれ、イブちゃん。イブちゃん、なんてこった。せっかくこの年でも結婚できると思ったのに、借金だけが残っちまった。これから俺一体どうすればいいんだ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。